物産数理工学の3回目の授業になります。もう少し待ちましょうかね。ちょっとなんか人数が少ないような気がするんですけど、まあ、始めていきましょうかね。はい。始めていくことにします。で、全科試の解き方という回でした。で、コメントの方をちょっと紹介していきます。ちょっと大きくしましょうかね。で、ちょっと、この授業、今日、なんでしたっけ、このリアルタイムの時間、まあ、リアルタイム授業と言ってしまっていいのか、どうかちょっと迷うところありますけども、まあ、リアルタイム授業と言ったり、あれですね、なんか出てこない、オフィスアワーと言ったりするかもしれません。同じ意味だと思ってください。で、母関数を見て、テーラー展開の形に似てるなと思いましたっていう、まあ、コメントがありまして、まあ、これまさに、テーラー展開、あるいはその、原点周りのテーラー展開のことを、マクローリン展開と呼ぶこともありますけども、まあ、そういう形と、同じなわけですね、実際。で、ちょっとそれを補足しようと思います。はい。これですね。ちょっと大きくしようと思うんですけども。ですね。今、この左上に書いてあるのが、その授業の中で出てきた、まあ一つの母関数の形ですね。だからこれは何かっていうと、数列で言うと、その1、1、1、点点点の母関数。字が汚い。うまく消えませんでした。うまく消して、もう一回書きますと、あんまり変わんないですけどね。母関数。なわけですけども、これはですね、この下に書いてあるそのテーラー展開の形にまあ似てるわけです。まあ、似てるっていうか、つまりですね、今、この、まあ、このように展開できるときには F がいろんな条件を満たす必要があるんですけども、ちょっと今はその条件が満たされてるとしましょう。で、この F という関数が今、1マイナス x 分の1だと、まあ、思うわけですね。で、そうすると実際にこの場合、ここにあるこの x の n 乗の係数っていうのが、全部1になります。つまり何かというと、この n 回微分を求めて、その0における値を代入して、それを n の階乗で割ると。いうことをすると、そうなるということですね。で、これはですね、n が0のときは0回微分だっていうふうに言ってるので、書いておきますと、F0 っていう関数は、これは fx そのものなわけです。で、これは1-x 分の1ということになって、で、これ x に0を入れると、やっぱり1になるので、ここに書いてあるイコール1になるということは、m が0のときにはまあ正しいということがわかるわけですね。で、他の場合どうかっていうことをちょっと下で計算してみたいんですけども、まずですね、この 1-x 分の1ってこれ、微分するといくつになるでしょうってことになって、ここを考えるわけです。で、まあ、これ、まあ、ちょっと丁寧にやっていこうとすると、これは、1-x のマイナス1乗の、微分だということになるわけですね。で、そうするとこれは、まあ、合成関数の微分っていうのをやってあげれば、何かっていうと、これどうしましょうかね。置き換えてやった方がいいですか？それとも、このまま一気にやってしまっても大丈夫なのか？ということが皆さんの微分積分力がわかんないので、なんとも言えないんですけども、じゃあこのままやっちゃいますね。で、やっちゃってわかんなかったら聞いてください。まず、この中身を一つだと思って全体を微分すると、まず、マイナス1かける1マイナス x のマイナス2乗ができます。で、その後でこの中身の部分ですね。中身の部分を x で微分すると、かけるマイナス1が出る。こういう形になりますね。ってことは、これは、1マイナス x のマイナス2乗ということになるわけです。いいですか？ありがとうございます。今の、この反応をいただいて、ちゃんとコメントスクリーンが動いているということがわかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ同じようにですね、1マイナス x の、
あ、一番いいです。x 分の1の2回微分を、求めてみましょうと。そうすると、これは、1回微分をもう1回微分するってことなので、1マイナス x のマイナス2乗ですね。これをもう1回微分すると。で、同じようにやると、まず、全体の微分をすると、マイナス2かける1マイナス x のマイナス3乗が出てきて、で、この中身の部分を微分するっていうのは、これは、いつもこれ同じものが出てくる。これマイナス1が出てくるんですね。ってことで、これは、2かける1マイナス x のマイナス3乗と。これが出てくるんですね。で、こんな感じで続いていきます。で、まあ、同じようにやっていくと、3回微分は2回微分をもう1回微分すると、1マイナス x のマイナス、あ、2かけるマイナス3です。2がなってきましたけども、2かける、2かける1マイナス x のマイナス3乗と。で、そうするとこれは、2かけるマイナス3かける1マイナス x のマイナス4乗。これがその全体を、1マイナス x を1つのものだと思って微分した場合ですね。こうなります。で、1マイナス x を微分するとマイナス1が出る。ってことなので、これは、まあ、6かける1マイナス x のマイナス3。こんな感じになりますね。で、そうすると、この係数の部分ですね。こう今2が出てきてる。こう6が出てきてる。で、まあ、上の部分はないってことは、これ1だと思うということになると、このなんか、係数の部分は1、2、6っていうふうになんか増えていくという気がするんですね。で、増え方は、その微分をしたときに、この3っていうのが、こう、肩に、肩というか、肩からこう降りてくるっていうのが、この微分のやり方だったんですね。3というか、マイナス3が降りてくるんですね。で、そうすると、次の、微分、4回微分の時には、マイナス4が降りてくると思うので、この係数4倍されるわけです。という形で、微分の回数を1回ずつ増やしていくことによって、この肩の部分が係数にどんどんかかっていくので、この n 回微分ですね。n 回微分を考えると、どうなりそうかという言いますと、おそらくこれは n の階乗かける1マイナス x のなんとか乗なんて、なんとか乗は、マイナス n 乗でいいかな。まず、ここに書いてあるのは間違ってまして、4ですね。すいません。はい。間違ってることに皆さんも気づいたら教えていただけると嬉しいです。はい。マイナス4乗なので、ここはマイナス n プラス1乗かな。こうですかね。こんな感じになるんじゃないかと思います。まあ、実際は、多分、数学的機能法みたいなもので、証明することになると思いますが、このようになるということになりますね。で、そうすると、ちょっと待ってね、多分、これ次のページに行くんですが、で、そうすると、あ、そうですね、次のページ、今言ったことを、書き直した方ですね。で、そうすると、ここで、その x を、まあ、1に近づけるでは、まあ、1代入する。まあ、この場合、代入しちゃっていいですね。代入しましょう。x に1を、代入すると、これは何でしょうね。1分の1だから1。ここも x に1を入れると、これは2になって、5、6になって、まず、一般的な場合には n の階乗になるということですね。つまり何を言ってるかというと、すみません。ここのですね、f の n 階動関数の x の下に0を入れたものが、これ n の階乗になるということです。で、そうすると、この前の部分に n の階乗分の1があるので、確かにこの全体としてはこれが1になる。ということがわかるわけですね。つまり、この上に書いてあるのは、この1マイナス x 分の1という関数の、テイラー展開そのものになっているというわけです。はい。だから、ですね、今回は、どちらかというと、ここの、この係数ですね、n の階乗分の1、fn0 イコール1っていうのを、すべての、この n、0、1、2、点点点、ちょっとこれ、また汚いから、もう少し書き直すと、n が0、1、2、点点点で成り立つのとき、fx は何ですかというものを聞いてる、いたことと同じことを、授業ではやっていたと。いうふうにも思えるわけですね。はい。で、今ここで計算したのは、それの逆をやって、何を言ってるかというと、この1マイナス x 分の1が分かっているときに、その係数は何でしょうっていうのを、ここでは計算していくと
いうことになるわけです。でですね、次回実際にやるのは何かっていうと、ですね、前科式からこのように、その数列の、母関数が何になるのかってことを求めます。で、求めて、そこからこの係数となるような、数列を導き出すっていう、逆変換のようなことですね。それをやるわけです。で、その時に実際に、その次回の授業の中で行うのは、ここに書いてあるようなテーラー展開を、この微分をして、見つけるということはしません。しません。それはなぜかというとですね、次回出てくる、今、しませんっていうのを言い過ぎですね。初めの例、出てくる例ではしません。だけども、後の方の例では、出てくることになるんですけども、その時に、やるのは、ここに出てくる、関数っていうのを自分の手でですね、微分をして、こういうような形で、その係数を求めるというよりは、知られている関数のテーラー展開を使うことで、それをうまく、処理しようという形の話をしていきます。例えば、もう1マイナス x 分の1のテーラー展開をすると、この形になるんだということは、今分かってるわけです。で、そういうものを使って、ある意味でその表を逆引きするような形で、そういうものを処理していくということを、次回、あるいは今日公開される、オンデマンドの動画の方でやるということになります。はい。では、この部分については皆さんよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。ではですね、もう一つ、補足をしたいことがありますので、それをご紹介します。それはですね、この話ですね。はい。計算量のオーダーでよくわからない数の N 乗などを時々見かけて、どこからそんな数出てくるんだって思ったのですが、今回の授業での議論もそれに対する回答の一つになっていて、なるほどと思いました。実際、そうなんですけれども、そういうものをですね、今まで目にしたことがある人とない人といるかもしれませんので、そういうものがどういうところで実際に現れるのか、授業の中で扱ったような前科式はなんか、すごく人工的な、アルゴリズムがありまして、その計算量解析をするときに、そういうものが出てくるという形だったのですけども、もう少しちょっと実例に近いものを紹介しようと思います。それが次のページで。ですね。グラフの問題をちょっと考えます。グラフを使えばそれで実例になるのかと言われると、ちょっと異論はあるかもしれませんけども、授業で扱ってきたような人工的なアルゴリズムにはもう少し自然かなと思うわけですね。で、マキシマムインディペンデントセットと書いてありまして、インディペンデントセットと書いてありまして、これ日本語で書くと最大独立集合と呼ばれるものです。で、最大独立集合をこの与えられた向こうグラフの中から見つけるっていう問題はいろんなところで現れるんですけども、そういう問題をちょっと考えてみようと思います。で、これ向こうグラフです。で、向こうグラフがありましたら、ここにあるように、このインディペンデントセット、これは、日本語で言うと独立集合と呼ばれるものですけども、独立集合っていうのが、隣接しない頂点を集めてきた集合です。で、例えば、この場合は次ちょっと切り替わって絵が出るんですけども、行き過ぎましたね。こんな感じですね。今この赤で印をつけているのは、これは、どの2つを見ても隣接してないはずなんですけども、ちょっとこれは昨日作って間違っていただけで、どの2つを見ても隣接してないはずです。はずです。まず確認したので、これはですね、これもいいですね。いいですね。大丈夫ですね。ここら辺なんか危険な気がしますけども、大丈夫ですね。はい。大丈夫ですね。大丈夫ですね。で、これは、独立集合です。どの2つの頂点も隣接していない。辺で結ばれていないから。で、そのようなものの中で、要素数、頂点数が一番大きいものが、この最大独立集合です。最大独立集合です。で、今ですね、やりたいのは、この一番大きな独立集合を見つけたいという問題ですね。で、それをですね、どのように見つけるのかっていうことについては、いろんな方法があるとは思うんですけども、ここでは、簡単な、再起を使ってそれを求めるってことをしてみましょう。で、どういうことかっていうと、今ですね、ちょっと例がきつくなりましたが、こういうのグラフがあって、この最大独立集合を見つけたいとしましょう。で、その時に何を考えるかというと、一つ頂点を、まず、どれでもいいので固定するんですね。例えば、じゃあ、この左
あの状態で、じゃこれを今 V と書くことにしましょう。V と書くことにする。で、何をするかっていうと、全体をですね、倍分けするんです。で、何を、どのように倍分けするかっていうと、V を、独立集合の中で、要素数が最大のものを求めるっていう問題と、求めるんですよ。なんか見つけるんですよ。見つける。という問題と、V を含まない独立集合の中で、要素数最大のものを見つける。で、まあ、この二つに分けるわけです。で、そうすると、このグラフ全体における最大独立集合というのは、この二つに倍分けしたうちの中で見つかったものの、その二つの中で要素数が大きいもの、より大きいものというのが全体の最大独立集合になるわけです。これはいいですか？いいですか？わかんなかった。これが重要なポイントなんですけども。で、この原理を使って、この再起を行っているわけです。つまり、V を含む場合、含むものの中で見つけるっていうのと、V を含まないものの中で見つけるっていうのをやってきます。で、今から書く図では、こういうふうにこう、その、倍分けがあるんだけども、左側に来るのが含まない方で、右側に来るのが含む方です。っていうのが次の図で出てきます。で、こんな感じです。で、何かというと、今見たこの V という頂点を含まない、を選ぶことはしない、というふうに決めた場合の、最大独立集合と、これを含むことと決めた中で、最大のものを見つけるっていうふうな問題に、分けるわけです。で、分けて、それぞれを、独立にと、いうことをします。で、なぜこれが最起なのかというと、今ですね、左側の問題では、この V という頂点はもう使わないということに決めたわけです。使わずに、残りの部分で最大独立集合を見つけましょうっていうふうな問題になっています、ね。だから、左の方では、もうそのグラフにおける注目すべき部分っていうのが、今、無視した V 以外のところになるわけです。で、これは、もともとのグラフ、上のグラフですね。上のグラフ、あ、しまった、間違えた。上のグラフに、と比べて、頂点数が1少ない、1だけ小さいグラフになっているわけです。で、その意味で、この頂点の数が1減った、問題になっているので、それを、ま、再帰的に解けばよいという形になるわけです。で、一方ですね、右側の方は何かというと、この赤い頂ですね、この V という頂点は、すでに、この今考えている最大独立集合というか、独立集合に、含めましょうということは、これ決めたので、その残りの中で、また独立集合を左と同じように見つければいいなと思うんだけども、ここで注意があって、何かというとですね、この今赤い頂点は、独立集合に含めるということを決めてしまったので、そうするとですね、この赤い頂点、この V という頂点に隣接する頂点は、もうこの赤い頂点を含む独立集合の頂点にはなり得ません。何を言っているかというと、この赤い頂点に隣接する頂点が今3つあるんですけども、もうこれらは赤い頂点になれないわけです。だからこれらは、またその候補から除外されるわけです。この3つの頂点。つまり、何を言っているかというと、今ですね、この右の方で、この赤い頂点、V という頂点を独立集合に含めますよというふうに決めたら、どこの部分で残りの頂点を見つけてあげればよいのかというと、それは、この赤い頂点に隣接するものも取り除いた、この右側の残りの部分、ここになるわけです。でそうすると、まあ、この部分というのも元のグラフですね、上のグラフに比べて頂点数が小さなグラフになっていますので、まあ、ここの部分も再起を力が解けるということになります。何を言うかというと、この再起の、この小さな部分で、最大独立集合グラフですね、この2つ見つけてあげると全体として、1、2、3
予想数3の独立集合が見つかるということになるわけです。いいでしょうか。ありがとうございます。で、こんな感じで、まあ、どん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 、また最近でやるってことは、また、まあ、どこかの頂点を新しく、ちょっと着目する頂点として、こう分ける。こちらの方も、なんかどこかの頂点に着目して、これを、基準とする頂点としては、またこの、倍割りすると。いうことを、まあ、こう続けていくと。いうふうになるわけです。じゃあ、そうするとですね、じゃあ、これで、正しく最大独立集合が見つかります。見つかります。これは重要ですね。見つかります。で、今、気にしたいのは、これがどのぐらい時間がかかるのかということになるわけですね。でそうすると、今ですね、この矢印書いて、こんな形で、この再起がどん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 倍分けにおいて、倍分けによって、この再起がこう進んでいくというような形になるわけです。で、これ、いちいちこう、どんどんこれ計算していくことになるので、結局ですね、この再起の構造はですね、期として、熱期日として表されることになるんです。まあ、こういうのがですね、アルゴリズム論とかですね、プログラミングツール論とか、まあ、そういうところでやってるかもしれませんけども、まあ、熱期日として、この再起の、再起って書けなかったり。再起の実行は表現できる。ということになるわけです。で、まあ、この再起銀の大きさ、再起銀の、濃度、頂点の数とか、まあ、再起銀のこの深さとか、再起銀の葉の数っていうのが、まあ、この計算により関わってくるという話はしていると思います。じゃあ、例えばですね、じゃあ、この再起銀の、この熱起銀の、じゃあ、今、葉の数。っていうのをじゃあ計算してみましょうということにしてみましょうか。まあその葉の数をもって、このアルゴリズムの計算量とするとしましょう。まあ、本来は違うんだけども、葉の数を、ここでは、数えるというふうな具体的な問題にします。で、それを今、これは削った後の、で削ったらこういうふうになるっていう図があったんだけども、じゃあですね、今その頂点数を見てみるとどんな形になっているかというと、一番初めのですね、もともとあったグラフの頂点数が N だとします。N だとします。でそうすると、左側ですね、この頂点を使わないというふうに決めたときには、一つ頂点の数が減るので、N-1 頂点のグラフを考えるというのが、左側の再起呼び出しでは起こります。で一方ですね、右側の再起呼び出しでは、もっとこの頂点の数が減っていて、どんだけ減ってるかっていうと、今考えていた頂点ですね。今考えていた頂点の1個分と、さらにその頂点に隣接する頂点の数だけ、頂点数が減ります。頂点という数を言い過ぎたりと、言葉を言い過ぎて何が何かわかんないんですけども、この場合は4つ減ってるわけです。4つ減ってる。4つ減って5個だけ残ってるということになるわけです。で、それを、もう少しちょっと記号を使って書くと、この1個分の1と、あと減ってるのはこの DV というもので、DV というのがこれ V の次数と呼ばれるものです。V の次数。で、次数というのは何かっていうと、V の隣接頂点数ですね。ですねとかって言っちゃいけない。隣接頂点数のことを次数と言います。グラフにおいて。だからこの場合は、この DV3 なわけですね。つまり、この場合は、頂点の数が4つ減るということになるわけです。いいでしょうか。で、そうすると、何かというと、で、それをもって、再起を作ると、先ほどその、再起を表す熱起銀における葉の数を表す再起式を作ろうと思います。全化式を作ろうと思います。で、そうするとですね、こんな形になると。今ですね、この FL っていうのが、あるんですけども、これは、頂点数 N のグラフに対して、作られる熱起銀の葉の数の最大値だと思ってください。何について最大を取っているのかっていうと、この
すごかったね、最大値。なんですけど、この、頂点数 L のグラフっていうのは世の中にたくさんあるわけです。ここに書いてある、等しいだけじゃなくて、世の中にたくさんあるわけです。で、そのたくさんあるものを全部か、このアルゴリズムを使って、熱気というか、その再起呼び出しを実行することによって、その再起アルゴリズムの実行を表す熱気儀ができるわけです。で、その熱気儀の葉の数を、そのすべての頂点数 L のグラフに対して見てみて、その葉の数の一番大きいものというのはこの最大値だと思ってください。いいですかね。で、そうすると、ここに書いてある、この、統合は正しいなくなって、ここは不統合になっていけないんだけども、それで、授業に行ってやったような、解析ですかね。その展開式の作り方の話を適用すると、この左側では、頂点数 n-1 のものができて、右側では頂点数 n-1-dv のものができますので、まあ、このような、全化式が得られると。ただ、その左側では、n-1 頂点の場合の葉の数っていうのは、ここの、その部分儀で出てきて、右側の方は、この n-1-dv、この頂点を持つグラフに対する、このまた独立な、左側とはバラバラな、出付きができるということになって、その葉の数をここで数えるということになるわけです。いいですかね。ここまでいいですか？良さそうですかね、ちょっと。わかんないかもしれないなと思ったんですけど、まだ大丈夫ですね。で、今、こう DV っていうのがあって、この DV っていうのは、実はちょっとくせ者で、なんでくせ者かっていうと、これは V に依存するわけです。もちろん。で、V に依存しているものがここにあると、つまりどの頂点をここでこの選ぶのか、着目するのかってことによって、依存によって、ここに書かれる、全化式が変わってくるわけですね。で、問題は何かっていうとですね、この初めの部分の V は、これはいいんだけども、次のその、再起が一つ進んだところを見ると、もうこの V っていうのはもうそもそもこうないわけです。で、別の頂点を、また新たに V として選ぶんですけども、そうすると、この DV の値がこれ変わってくるわけです。だから、この再起が進むに従ってですね、この DV の値変わってしまって、うまく解くことができなくなっちゃうんですね。で、これは困るんですよ。で、これは困るので、ここの次のですね、不等式では何をやってるかというと、DV っていうのは、実は値が、下から抑えられます。DV っていうのは必ず0以上です。任意の頂点に対して。だから、その DV に、その0っていう値、まあ、この階ですね。DV の階を入れてあげましょう。で、そうすると、n-1-dv は n-1 に変わるんだけども、この fn-1-dv と fn-1 ってのを比べると、n-1 の方が f、この時に、つまり n-1-dv と n-1 を比べると、右の方が、左以上ですよっていう不等式が得られるわけです。で、そうすると、この f っていう、まあ、数列というですね、これはですね、冷静に考えると、単調非現象。FN は単調非現象だってことが、わかるので、ここに書いてあるような、不等号が得られるということになります。で、そうするとですね、この右側に書いた式っていうのは、これは、嬉しくって、なんで嬉しいかっていうと、これは V に依存しないからです。いいですか。で、そうすると、最終的には何が得られているかというと、ちょっとこの FN の単調現象を。そうすると、最終的にこれ何が得られているかというと、FN は、2×FN-1 が、まあ、こういうような、全化式が得られるというような形になっています。いいですか。で、まあ、仮に、これは N が2以上の場合になります。わけですけども、仮に、まあ、F1 は、仮に、まあ、F1 が1だというふうにすると、ここから、解くと、FN というのは、2の N-1 しようかな。以下というふうに、計算ができます。で、これで、まあ、今、ここで考えていた、アルゴリズムの、
計算量の上階とおぼしきものが、まあ、得られたということになるわけです。まあ、だから、オーダーっぽく書くと、まあ、FN というのはオーダーリングの入場という感じになるということですね。ここまでいいですか？ちょっと早いかもしれませんけど、いいですかね。で、こうだとすると、で、ここまではですね、先ほどその、質問というかコメントのところにあった、その、N 乗の下の方についている数が、変なものじゃなくて、ここでは2っていう、まあ、綺麗なものなので、別に、まあ、構わないかなっていうふうに思うんだけども、今ですね、ここでですね、この、DV は全部0以上だっていうことを、使ったんですけども、仮にですね、この DV が全部1以上だとすると、話はちょっと変わってくるわけです。なんでかっていうと、この N-1-DV っていうところが N-2 で置き換えて、この不等号を得ることができるからです。で、そうすると、得られる全化式は Fn が Fn-1 プラス Fn-2 になって、これ先ほどよりも、これを解くとですね、解いちゃうんですけども、解いちゃうとこんな感じになるんですね。Fn は、まあ、オーダー 1.619 の N 乗。って感じになるわけです。だからこうすると、こうするとっていうか、この過程が成り立っていれば、このように計算量が、ちゃんとこの数学上で改善できるってことになるわけですね。で、問題はですね、この過程は成り立たないわけです。成り立たないわけです。まあ、その、次数が0の頂点っていうのは、出てくる可能性あるわけです。ただですね、次数が0の頂点っていうのは、この問題を解く場合においては、前処理を使うことによって、全部消せます。何を言ってるのかっていうと、今グラフがあってです、ね、ちょっとグラフという、これグラフ。グラフがあって、次数0の頂点っていうのは、ここにあるとします。で、これは他のどれとも繋がってないわけです。で、今ですね、この最大独立集合を、求めようってことを考えているときは何を考えなくちゃいけないかっていうと、この次数0の頂点っていうのは、任意の最大独立集合に必ず含まれます。だからこれは先ほどの書き方で言うと、この赤い四角にこれ必ずなんです。なぜかというと、これらの頂点と隣接する頂点はないわけなので、これらを含まないってことは必ず損になります。その独立集合の頂点数を大きくするという意味においては、これらを含めない理由がないんです。別に言うとすると、例えば、この一番最後のこの、独立集合、頂点を含まないような、独立集合があったら、それにこの頂点を、入れることによって、今考えていた独立集合よりも、頂点数が一つだけ大きい独立集合を作れます。だから、最大にしようと思うときには、このような、次数0の頂点、まあ、孤立点ということもありますけども、孤立点を必ず、その最大独立集合は含みます。ってことを先にやっとくんです。で、先にやっといて、この孤立点を無視します。で、無視して、このグラフにおいて、このアルゴリズム、最近アルゴリズムを動かしてあげるということになります。で、もう一つ注意するのは何かっていうと、再起を進めていくと、頂点の数はどんどん減っていくんだけども、減っていった中でまた、この、そこに現れたグラフにおいて、次数0の頂点が現れる可能性があります。で、これは再起なので、その再起の途中で次数0の頂点が現れたら、それも、また、その時に、今の前処理を行って、必ずそのような頂点を解に含める、独立集合に含めるってことをやっていくわけです。で、そうすると、この再起のどの段階においても、必ず考える頂点の次数が1以上であるということが言えるようになるわけです。で、そうすると、ここに書いてあるような計算量が得られるということになります。で、今の、重要なポイントは2つあって、何かというと、1つは、この、二つあって何だというと、このような、前処理が行える場合に行うことによって、理論的に計算量が落ちるということです。なんか皆さん、その、前処理っていうのはすごくなんかヒューリスティックな方法であって、まあ、なんかやってもやんなくても、全然話は、話というか、なんかその、実用上、高速になるために、行ってるのかなっていうふうなイメージを持ってる可能性はあるかもしれないんですけど、実はそうではなくて、前処理をやることによって、理論的な計算量も下がります。これ非常に重要なポイントです。
で、もう一つ重要なのは、この前処理っていうのは、この一番初めに、解く前の段階でやるだけではなくて、この解いてる途中に、この再起呼び出しをした時にも行うと効果がある、場合があるということです。実はですね、この前処理をいつ行うか、この再起呼び出しの中の、どのタイミングでこの前処理っていうのを行うと良いのかっていうような研究もあって、この話はなかなかですね、根深いというか、いろんな方向の、話はあることはあるんですけども、とりあえず今、お伝えしたいのは、この前処理っていうのは全体の実行の前だけに行うものではなくて、その再起呼び出しの実行の途中に行うってことも効果的であるってことが、二つ目の重要なポイントになります。で、それによって、計算量が落とせるということになります。ここまでいいでしょうか？はい。ありがとうございます。でですね、時間があればもう少し話をしたいけど、あんまり時間なかった。じゃあちょっと、簡単に紹介してですね、今ですね、この全ての頂点の実数が1以上だったら、こういうふうに下がるというふうに言ったんだけども、で、そうしたらですね、じゃあなんで1なのか。例えばこれ2にしたらどうなのかとかとこう思うわけですね。で、2にすると、ここに出てくる全化式が、この、n-1、n-3 になって、この計算量がまた先ほどよりも良くなります。先ほどは1.6なんとかなんとかの n 乗だったんですけども、今これ1.4なんとかなんとかの n 乗になるので、これは、それよりもすごく早いです。あ、だからね、ちゃんと言っとかなくちゃいけないのは、この2の、もともとあった、この2の n 乗っていう計算量と、この1.619の n 乗っていうのは、なんか全然、改善してないというか、どちらも同じぐらいなんじゃないかっていうふうに思うかもしれませんけども、これはすごく改善してます。これすごく改善してるっていうのを、体感するには、これ実際に、プログラムを作ってですね、実行してみるといいと思うんですけど、これすごく改善してます。これ、もう、こんなことだけで、割とすごく早くなります。でですね、一方ですね、だから今言ったのは、ここの部分ですね。2以上にしたら、この計算量もっと良くなるんですけども、これもですね、で、これが、こう、そのアルゴリズムの中で実現するためには、先ほどは実数0の頂点があったら、前処理をするっていうふうに言ったんだけども、今度は、じゃあ実数1の頂点があった時にも前処理をして、そういうものを考えなくて良いようにしなくちゃいけないってことになります。でですね、だから状況としてはどういう感じかっていうと、グラフが、先ほどと言いましたけども、グラフがあって、どこかにこう実数1の頂点がある。こういう文章ですかね。こんな感じになってる。こんな感じになってる。で、そうするとですね、我々実はこれ何が言えるのかというと、実はですね、この実数1の頂点は必ず、赤くして良い。その最大度比集合に含んで良いということがわかります。で、それによって、必ず、前処理でこのような、頂点消せるということになります。なぜ、この実数1の頂点は最大独立集合で必ず含められるのかというと、今ですね、この V と、それに隣接する頂点 U というのがあったとするとですね、最大独立集合が、この V か U という頂点を含むパターンとしては3種類あるわけです。で、これは大きさ変えられるかな、ちょっと待ってね。それで変えられた。どういうパターンがあり得るかっていうと、V だけを含む場合っていうのと、U だけを含む場合っていうのと、どちらも含まない場合っていうのが、最大独立集合においては起こり得ます。でですね、起こり得るんですが、このですね、一番最後の U も V もどちらも含まないっていうことは、最大独立集合ではあり得ません。なぜかというと、そのような最大独立集合があったら、その時には安全に V をその最大独立集合に入れることができます。わかりますかね？なんかここら辺にその最大独立集合の頂点が、このグラフの中でいくつか選ばれてるんだけども、U は選ばれていないので、その隣接頂点である V は必ず選べます。という形で、という形で、U も V も選ばれてないっていうことは起きない。ということがわかるわけです。いいですか？で、一方でですね、U だけが選ばれてるってことは、これはあり得るんですけども、これはあり得るんですけども、実はこういうような最大独立集合が、このグラフにあるとしたら、この時には V は選ばれていない
で、なおかつ V と隣接する頂点は U だけなので、そのような状況から、ですね。U と V 以外の頂点の選び方は同じで、U を選ばずに V を選ぶ。ということによって、別の独立中央が作れます。いいですか？これはその V が U にしか隣接してないからこれができます。で、そうすると何を今言ってかっていうと、U だけを含んで V を含まないような最大独立集合があったら、V を含んで U を含まない最大独立集合も存在する。ということがわかるわけです。つまり、我々は今ですね、最大独立集合を一つ見つけたいってことをやっていたので、右のような状況は起こるかもしれないけども、それは考える必要がないということになります。つまり、この次数1の頂点があったら、それを含むような最大独立集合を見つけようとすれば、それで十分であるということになります。で、これによって、次数1の頂点に対しても前処理が行えるということになるわけです。それによって、ここに書いてあるような、この、どの頂点の次数も2以上であるというような、仮定が既に成り立つようにできます。で、それによって計算量が改善できるということになるわけです。実はですね、この考え方をもっと推し進めると、次数が2の場合にも、ある種の、前処理ができるようになります。で、ちょっとこれはですね、もう少し工夫が必要なので、今日は紹介しないんですけども、まあ、そんな形で、いろんな前処理があり得て、いろんな前処理をく、あの、えっと、なんだろう、えっと、どん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 組み入れて、行くことによって、この、最大独立集合を見つける問題の計算量を改善しているというような研究が進んでいる。まあ、進んでいたと言ったわけかな。進んでいます。はい。という形で、このような計算量、実際に出てくるということになるわけです。いかがでしょうか？よろしいですか？ちょっと最後の方、早かったというのは、分かってるんですけども、まあ、最後の部分は、雰囲気だと思ってください。はい。ではですね、今日のこのリアルタイムの、講義の録画はここまでになります。はい。録画はここまでです。